速稼塾の久保です。FX のトレードをして5年が過ぎたんですけども、相変わらず私にはこの一つの画面だけでトレードできてるんですよ。で、私も疑問だし、で、何人かの方に今までね、何回かご質問いただいた中で、よくトレーダーさんって画面がこういっぱいね、モニターがいっぱいあってやってるじゃないですか。あれは何なんですかってことなんですけども、なんか一部の方を除いてあんなに画面があったら、それこそね、全部の画面を理解して判断することなんてできなくなるんじゃないかなと思うんですよ。だから私はね、ハッタリとかこき落としとかだと思うんですよ。実際利益を出し続けてる私がこの1個の画面でできてますからね。しかも他のメールの処理とか動画の編集とか、お問い合わせの返信とかしながらですよ。だからみんなインチキしてるというわけじゃないんですけども、たくさんのモニターがないとトレードができないって考えてるんだったら、それは間違いで、1個でいいですよ。1個で十分できます。随分便利になりますよ、1個でも。時間軸こうやって切り替えられるから、別にね、たくさんの画面出して、まあ、ドル円以外の、あれでしょ、通貨ペアとかをやって、一番チャンスがあるところに行くみたいな感覚なんでしょ。でも私が見る限り、儲けてるトレーダーさんって別にスマホとかでいいですからね。スマホの小さな画面をパチパチ切り替えてトレードして儲けてますから、たくさんの画面がないとできないってことは、それこそそのトレードルームにいないとできないってことじゃないですか。だから逆にすごく制限されたところでしかトレードができない人なんだろうなと思いますよね。だからちょっとまあ不可解というか、あれはったりなんじゃないかなと思いますね。まあ、よく SNS とかで画面がいっぱいある部屋でなんか勝ったみたいな雰囲気出してる人がいますけども、いや果たしてそうなのかなと思いますよね。画面たくさんつけても邪魔なだけじゃないですかね。それだったら1個42型ぐらいのモニターを4分割なり8分割すれば済むことなんで、割となんかわけわかんないですね。で、ちなみに私ね、こうやって、ね、2画面でやってますけども、こっちでは動画見たりしてるんですよ。で、こっちで作業してるんですよ。だからまあここに DVD プレイヤーもありますけど、ブルーレイプレイヤーもそんな画面いらないですからね。1億2億稼ぐのに、それこそね、何十億稼ぐために画面がいっぱいいるっていうね、主張される方なら分かりますけども、いや、ぶっちゃけそんなにいらないでしょ。何十億も。しかも、1億円稼げない人が何十億狙うようなポジション作る必要ないんで、まあ、最初はね、月収100万とか目指せばいいんじゃないですかね。で、月収100万いったら、大体分かりますよ。それ以上行きたいのか、それとも、あ、これでもう大丈夫なんだ、落ち着いていこうみたいな感じで、自分の立ち位置が測れるのかね。どうですかね。他にもなんかお考えあったら聞かせていただきたいんですけども、まあ、トレード画面は1個でいいよってことですよ。しかも、画面いっぱいに出さなくても、いろんなね、作業マルチタスクでやりながらも十分できますんでね。それこそべったり貼り付いてるわけでもないですから。FX で月収100万とはいきませんけども、月に2、30万平均で稼ぎたい方は、この程度で全然十分です。そしてそれができるようになってから、もっと大きな金額を狙うために、モニターを増やすかどうか考えればいいと思いますよ。以上です。